どうも、井上でーす。お、いいんじゃないか。気づきました。何言いますか。俺にしか見えてねえんだから。モテる男は、鼻が利く。あ、本当の鼻なんだ。なんか勘がいいとこ。うわ、白目見えた。すごいな。うわ、すっげえ。よくないね。よくないね。あれだよ。ビッグマックを探し当てろ。飯村さんを目隠しして、目隠して。で、リビングにビッグマック設置するから、うん、鼻の嗅覚だけでビッグマックを当てろっていうのでいいんだよね。はい、そういうことです。それでは参ります。飯村、頑張れチャンネル。綺麗なハーモニー。そうかな。ビッグマックを隠すのはこの炊飯器の中。果たして飯村さんを見つけることができるかな。すいません、お腹空いて一口食べちゃいました。え、待って、ビッグマックの匂いしかしないんだけど。おーい、スタート。え、さすがに床にとかないよね。床にはない。あ、近づいてる。あ、匂いがなかった。匂いめっちゃ濃かったのにな。ダイブさん、なんだ。今回は顔見なくて残念です。とても残念です。 Wi-Fi の匂いを嗅ぐ変態。やったー。おい、せいや、うん、中国人になれば大正系って。うわ、だから中指縦になってモザイクかけるから。このボケ前も見たらなるだろう。ということで成功ですね。成功ということで、はい、高評価、チャンネル登録、はい、お願いします。お願いします。それでは参りましょう。はい、イーブロー頑張るチャンネル、バラパパパいい音源。あざす。いい村、いい村頑張れ、いい村頑張れチャンネル。